こんにちは日本自然科学写真協会会員の里川雅弘です、えー、本日はよろしくお願いいたしますでは、えー、早速ですが、えー、OMD で、えー、撮る身近な自然、えー、身近な生物2021ということで、えー、最初にですね、私のプロフィールを簡単に、えー、ご紹介させていただきたいと思います 1965年千葉県の柏市で生まれまして現在は隣の流山市に在住をしています竹内俊信先生に指示をしております猛禽撮影は約25年撮っておりまして OMD を相棒に一瞬必殺を日々心がけております。 使用カメラですがメインで E M One X と E M One Mark III を使っております。まあレンズもあのたくさん使わせていただいているんですが、メインでは M Z 1コデジタル E D の三百ミリ F 四点ゼロ I S Pro を使っております。えー、っとですね、大高の写真で東京都知事賞をいただいております。現在ですね、日本自然科学写真協会 SSP 会員でございます。あとは日本写真家協会 JPS 会員です。まあ日本野鳥の会の会員でもあります。ではあの本日早速ですが、オリンパスさんに展示していただいている写真をですね紹介させていただきます。えっと今回も大高 の写真なんですけれども、えー、撮影がですね今年の4月の10日の朝の5時7分ということなんですけれども、えー、っと僕の写真、今回ですね千葉県の北西部、まあ、ほとんどが流山市で撮影をしておりまして、えー、4枚以外はほとんど流山市で撮影をしております。 それをちょっとご紹介させてていいいいたただきたいなとううふうに思っていますで今回の写真は撮影モードを絞り優先で撮っておりましてレンズは ED の 300mmF4.0600mm 相当ということになりますね。でシャッター速度がですねやっぱり朝早くてちょっと森の中で暗いので10分の1ということでございます。えー、から 露出の補正ですけれども、今回はプラスの1.3ということですね。で、ISO 感度が6400で撮りました。ほぼあの目線で、えー、撮れたんですけれども、静、えー、音プラス、えー、と連写の4コマ目がこちらの作品になります。えー、とこれはなかなか、えー、視線というか視点が非常に近くてなおかつ 目先だったもので、迫力のある写真になったかなと思います。それともう一枚ですけれども、えっとこちらですね、撮影日がですね今年の4月の1日の朝の7時なんですけれども、カメラは EM1X です。レンズは同じく ED の300ミ、mm、リ F4 を使っています。こちらも撮影モードは絞り優先モードで撮っております。 シャッタースピードは千分の一秒ということで絞りがまあ4.0開放で撮っています露出の補正がアンダーです、ね、あごめんなさいプラスの 0.7EV ということですね ISO 感度が6400ということでちょっと高い ISO で撮影をしましたこのあの OMD で撮るまあ魅力というところですが EM1X にですね。 昨年の12月ですかね「鳥認識オートフォーカス」というのがリリースされまして大変我々にとってはアドバンテージになる機能じゃないかなというふうに思っていて「鳥たい被写体を逃さない」というところとあの AF のターゲットモードっていうのが OMD にはついているんですけれどもこれは非常に大変ありがたい。 ものですがまあ、私はあのシングルを使うことが多いんですけれどもあの初心者にはですねあのグループ25点なんていうのを結構お勧めしていて鳥、まあ、あをですねこう撮るという範囲ですかねそこがまあ簡単にカメラが追ってくれるというのが素晴らしいなというふうに思います。 この鳥の認識ですがごめんなさいこのモードと書いちゃいましたけど、えー、とオートフォーカス、鳥認識 AF なんですけれども、えー、カスタムメニューからですね、追尾の被写体設定で鳥というのを選択していただきます。で、AF は追尾の AF ですね、えー、C の AF と TR、こちらを設定していただくだけで鳥、えー、オートフォーカスが、えー、もう使えるようになるということですね。 でちょっと作例を持ってきましたが「猛、え、犬、ー、しか撮らないはずなのになんてよく言われちゃうんですけどあのもちろん小鳥とかも撮らせていただいておりますがこちらの「こち鳥」なんですけれども鳥認識 AF で撮影をいたしました。ともう一つですね「差し葉」というこれも「鷹」なんですけれどもこちらも鳥認識 AF で 撮影をしましまたちょっとね後ろが空抜けで残念なんですけれども、えー、まあ鳥にはしっかりあの目にもピントが来てるかなというふうに思います。ともう一つライフワークにしている大鷹ですけどもこちらも鳥認識 AF で撮影をしています。やっぱり動くもののにに対してです、ね、非常に、えー、鳥認識 AF というのは あのうん、ありがたいなという感じがします。で、えー、とやっぱり背景がねしっかりあのグリーンだと <laughs> 全体の見た目もいいのかななんて思います。はい。これちょっと鳥は後ろ向きなんですけれども、まあ目はしっかり捉えてるかなというふうに思います。とこちらも大高ですけれどもあの飛んでるものをですねこう撮るというのが。 非常に鳥認識 AF で楽になったかなという感じは何度も痛感をしています。えーまあ、止まってる写真はですねあの前から鳥認識じゃなくても簡単に撮れたんですけども躍動感のある写真とかですねより一層、えー、量が増えるといいますか撮りやすくなったというのが実感です。でこちらは ということで、えっと追尾のオートフォーカスを使っています。まだあの鳥オートフォーカスが E-M1 Mark III には、えー、ついていないものですから、えー、追尾のオートフォーカスを使わせていただきました。えー、っと鳥はつみですね。えー、これはあの F 値が9ということで、で ISO 感度は1600でとっております。 あの2羽いる場合はですね開放で取ってしまうとどうしてももう1羽の方がですねアウトフォーカスになりがちなもんですから、まあ、9内し11ぐらいの絞りで取ることが複数いる場合は多いかなと思います。でこちらは1羽なんですけれども、えー、同じ鳥で罪という鳥ですがこちらは、まあ、開放で取っております。 スミのオーートフォーカスを使いましたで、えー、っとまたすいません大おに戻っちゃうんですけれどもこれ左側向かって左側がメスです飛んでる方がオスなんですけれども EM1X、まあ、あというのは非常にこう飛んでるものをですね、えーまあ、止めてくれるというです、ね、非常にありがたいカメラじゃないかなというふうに、えー、いつも思っています。 2019年2月の22日にですか発売だったと思うんですけどあの発売日からずっと大鷹を追っています。でこれもですね先月撮った写真なんですけども、えー、下にいる大きな鳥が指し歯といいます。で上にツバメがおりましてですね、まあ、あの2羽いてもですね鳥認識モードはあの2羽ともしっかりと追ってくれるので。 え全然あの不便なこともなくですね大変ありがたいなってちょっとまあびっくりしたっていうのが感想です。で OMD でですねよくいる野鳥をですね撮ってみたんですけれどもえまあこの鳥とのですね時間を共有するといろんなことがちょっと分かってきたんですね。でまあ初心者の方は何を撮ったらいいんだろうなんて思うと思うんですけどまあ近所にいる鳥 とかですねえ身近にいる鳥ということでまあ誰もが知っている東京駅こちらでスズメをですねえおととしの11月の終わりぐらいですかねえ撮ってきましたまだカメラが e m m a マーク i だったんですけどもえこのようにですねまあ胃腸が色づいているということであ秋だなと分かる写真だと思いました、うん。 でこのようにです、ね、あのお花もなければ何もないというような、まあ、あのアップで撮ること全然悪いことではないかなと思うんですけれども、えー、あれこれいつ撮ったのかなとかですね、まあ、季節によってはこちドりいなくなっちゃうんであの、まあ、鳥をよく知ってる方は大体い,い,いつ頃かなというのは分かるかもしれませんけれども、まあ、鳥にあまり詳しくない方はうーんいつ撮ったのかなとそんなような疑問が湧いてしまうような。えー 写真ななのかなとも思うんですけどね目がねコチドリはクリッとしてて可愛いかなと思うんですけども、えー、もう一つですねこれも先月撮ってるんですけど田んぼにもうよくいるこのコチドリこれ田植えの跡なんですねだからあ大体何月ぐらいかなってきっと見た人も分かるんではないかなというふうに思います。でコチドリっていう鳥さんはですね、あのー、子供がなんと親の跡をあんまり追わないので。 有名な鳥でして、あのカルガモであったりですね、まあ他のキジとか鳥たちはだいたいお母さんの後を追うんですよね。なぜかお父さんに人気がなくて、あのお母さんの後を追うことが多いんですけど、これ奥にあのいるのはあのコチドリの子供なんですけど、見向きもしないで我が道を行ってしまっているというのが、まあコチドリの特徴かなというふうにも思います。 こちらはキジああっていうのは一年中実は見れるわけでもなくあの見れるる時期が決ままっていいのかなという,ふうに思います今年はあのだいぶ実はキジを観察したんですけれどもあの5月6月7月前半はだいぶ取れるんですけど最近急に取れなくなってしまってどこかに行ってしまったのかなと思っていたら急にですね このように一番左にちょっとお尻だけ写ってるのがお母さんなんですけど真ん中に子供が3羽いますちょうど真ん中の子がお姿がだいぶ見られるかなというふうに思いますけど右と左にもう一羽ずついてこれは3羽3兄弟だったんだなという感じがいたしました。こちらは詐欺なんですけども サギああにもですねアマサギとあの大サギ中サギ小サギとかですね小イサギとかたくさんの種類のサギがいるんですけれどもこのちょっと黄色っぽいのがアマサギといってですねまあ写真家たちにはまあ比較的人気のあるサギではないかなというふうに思います。となとこちらはツバメなんですけれどもえこれあれですね餌を待ってる 止まってる方が子どもなんですけども必ずしも親が餌を持ってくるわけでもなく兄弟が通過することも多々ありまして場所をねしっかり分かっていたらまあちょっと待ってこのようなシーンが撮れるかなというふうに思います。こちらはあのよく庭先にいるメジロという鳥なんですけれどもこちらも EM1X で撮っています。 こちらはあの昨年でしたかね、もう一前でしたっけね、オリンパスさんで発表させていただいた一枚なんですけれども、ちょうど桜が一つ散っているところとですね、梅白の羽ばたいているところがいいタイミングで入りました。この梅白っていうのはですね、実は花が大好きなんですよね。ですから花から花へと結構 うん飛んでいくというようなシーンが春先には撮れるかなというふうに思います。それから「公園の主」ですけれども、まあ、ムクドリだったりヒヨドリだったりもしますけれども、まあ、これはムクドリあのおそらくペアじゃないかなというふうにいつも一緒にねいるので、えー、そのように見受けられました。それれと、まあ、秋ですけれども こちらコラがですね柿を結構食べるということにですね、うんえー、ここ45年で気が付きましてあのコゲラは柿は食べないのかなと思っていたんですけどもこんなのもですね「えー、e m ッ1 x で撮影ができたということですね。うんまあ、撮った時はおおっとちょっとびっくり感がありましたけれどもなんかコゲラってキツツキイカですからよくねあの とかで木をつっついているような感じしかなかったんですけれど。柿もしっかりと、食べていました。それと、あの、まあ、結構写真家に人気がある、青葉づく、青葉の頃に出てくる鳥なんですけれども。目が非常にね、あの、印象的で。え、可愛い可愛いと言われているんですけど。まあ、実際は、すごく、アグレッシブに行動するという。やっぱり、フクロウの。 仲間だなという感じもいたしました。それとこちらはあのやはりよく皆さんのご近所にもいるアオサギなんですけれども水にですね映っているシーンでございます。まあ、このようなものも撮影をしております。で E-MR-X で夜にですね撮影をちょっとしてみたのでちょっと見てください。 これあの磯感度がちょっと1万と高いんですけれどもレンズがなんと12から100ミリでこれはちょっと唯一あの身近じゃなくて京都で撮っているんですけれども、えー、当時オをバックにですね、えー、真ん中に分かりますかね水に映っているところにアオサギがいるんですけれども、えー、磯感度3200で撮りました。 えっと翌朝ですねもう一回当時に行ったんですけどこうやっぱりいたんですねでえオリンパス得意のデジタルテレコン,オンで設営をいたたししましたでこの OMD の魅力の一つのデジタルテレコンっていうのなんですけれども野鳥にですねあまり近づけないことも多いですので離れた場所からですね野鳥を大きく取るアドバンテージになりますよということでちょっと作例を持ってきました。っ,とですねこれ取っ 取って出しなんですけれども、えー、レンズはですね、ED の300ミリですから600ミリ相当なんです。撮りは差し場です、えー。オフになっている方が普通、えー、ノーマルで撮ったもので右側をオンにしているわけですね。やはり全然迫力が違うかなと思います。もう一つ大高ですけれども、えー、オンとオフでこのように、えー、やっぱり迫力の違いが現れてきて。 これあのデジタルテレコンをオンにして撮ると面白くなってしまってですねところどころこうパーツパーツをアップにして撮りたくなったりもしてしまうんですけれどもフクロウがいたり <laughs> このフクロウがですねん、まあ、寝てるのかなと思うようなシーンもですね、えー、そんなに近づくこともなく撮影が可能になってくるということですねで OMD で瞬間を捉えるということで一瞬必殺ということで。 鳥撮影を AF なんですけれども、こちらで飛んでいる鳥もですねこのようにしっかりピントがきている、動いているものもですね鳥撮影 AF でしっかり撮れますよということですね、それからこちらもそうですね、大鷹の羽をこう広げているシーンな、大体いいこの後飛び立つことが多いんですけれども、こちらは朝日を浴びる大鷹でございます。 えと鳥もですねこのようにあの古い空き缶の上に乗っかったりですね、まあ、鳥モードならではの小さな被写体もこのように捉えることができる大変ありがたい、えー、鳥 AF でございます。からまずまあとりあえず身近な鳥から撮影してみたらどうかなということでキジを持っていきました野、えー、草も入れてみましょうということで、まあ、前ぼけにですねお花を持ってきて季節感を出してあげたりですね またはこれはルリビタキという鳥なんですけれども梅の季節によく出るんですね、まあ、こんな感じで賑、えー、やかな背景でかわいい小鳥がというようなシーンが撮れましたそれとまあ皆さんよく目にする目白ですね、まあ、これはお鷹の幼鳥なんですけど、まあ、花がなくてもですねお鷹の子供っていうのは大体6月から7月ぐらいに このよううに、えー、出てくるというかですすね見られるシーンが多いで,すでこれちょっと珍しい写真なんですけども放卵中の貝イぶりなんですけどカワセミの和歌のがですね2を遊びに来たほんの一瞬だったんですけど EM1X で捉えることができました。OMD のやっぱり魅力の一つに静音撮影というのがありましてこれはシャッターオンがしないので。 まあ野鳥や周りの方にですね、こうストレスを与えないとかですね、まあ、非常に素晴らしい機能だなというふうに思います。で、E M 1 X にも、E M 1 Mark 3にもですね、同じ機能が備わっている。秒間約60コマ撮れてしまうんですね。鳥たちの繁殖のシーズンですから、より注意が必要なわけですが、先眼撮影を心がけています。まあ、意外な大鷹の水飲み場があったりですね。 まあ4月の早いい時間でですすねねまだ暗いんですよね日の出前の時間とかも専用シャッターでご近所に迷惑がかからないように撮らせてていいただいておりますま MD ならですね躍動シーンも簡単に撮影ができる特に鳥 AF というのは非常にありがたい機能だなというふうに思います。野鳥撮影のポイントということでまあ本来写真はですね 背景にも気を配るんですけれども、鳥はま自分が思ったところに来てくれない場合が非常に多いので、いろんなことをですね予測して心の準備をしておきたいなというふうに思います。野鳥撮影のポイントはあまり鳥が動かないようでしたら、まあ、空抜けしないようにですね自分がまあゆっくり動いて鳥にストレスを与えないように背景を考えて撮るということと、あと梅雨の時期など空抜け写真というのは。 まあ、いたしかたないかなというところがありますがとりあえず撮っておくというところから始めたらいいのかなというふうに思います、まあ、しっかりですね鳥との距離をとってお撮りいただけたらなというふうに思いますでフクロウの子どもいつ見てもかわいいなと思うんですけれども、えー、このような写真も、えー、簡単に今撮れる時代になりましたこちらはトラフズクのペアでございます デジタルテレコンをオンで様子がしっかりわかるようになりました。ツバメの躍動シーンも簡単に撮影ができるようになりました。こちらの E M 五マークスリーなんですけど、ハヤブサという鳥ですね。で、ここは、えー、水元公園という今皆さんご承知の東京都にある公園なんですけれども、ズグロカモメなども撮影を。 しま,したまあ雨の日もですね安心撮影ができる防塵防滴の EM1 とか、まあ、EM1X もそうですねあの非常にこれはありがたいなというふうに思っています。まあ、OMD シリーズでますます写真がですね楽しく撮れるようになりましたということでほ、まあ、他にもですねプロキャプチャーモードをはじめたくさんの撮影機能がついているんですけども、まあ、写真家に大きなアドバンテージを与えてくれるということです。 ぜひ皆さんも OMD シリーズでお楽しみいただけたらなというふうに思います。私からは以上です。どうもありがとうございました。